チャーでこの肘から先っていうのがものすごく大事で、はい、下から投げると肘を痛める、肩を痛める、故障につながるっていうのはあるんですけど、これはまあ決してそうではなくて、このしなり、はいはいはい、チラ TV をご覧の皆さん、こんにちは。バレーボール選手の永井聡です。そして、大野凛です。大野さんに野球を教えてもらおう企画第2弾ですね。はい、僕はプロ野球選手目指してて、でバッティングでちょっと、うまくいかなかったんで、早っ、次はちょっとピッチャーとしてあ、ね、プロ野球入りを目指そうかなと思って、はいはい、でその極意というか、まあこの裏技ですよね。すぐにプロ野球選手になる裏技を大野さんにちょっと聞いちゃおうかなと思ってます今、ね、簡単にプロ野球選手になろうとしてるっていうその根性が気に食わないね。まあでも可能性を信じて。そうですよね。やっぱりね、ピッチャーを目指すということであれば、はいはい、どういうピッチャーになりたい？僕はもう大谷選手みたいな。じゃあ速球というどちらかというと速球派、はい、それからまた変化球も駆使して、そうですね、もうメジャーリーガーをバッタバッタと打ち取るような、はい、ああいう本格的なピッチャーになりたい、ね、ということですね。はい、もう力をねじ伏せたいです、はいはい。まあ、そうなるため の, 指導をしていきたいと思いますので、はいはい、楽しみにします、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとピッチャーのつもりで足上げて、おこれあるぞ。いや、やっぱりバレー選手っていうことだけあって、はい、やっぱこの右腕の使い方、はいはいはい、このしなりっていうのが非常にいいよね。本当ですか、うん、だからこのバレーのアタックの要領、要素も混ぜながら、はい、この横回転、はいはい、横回転、はい、プラスすると、はい、うまくこのアタックのこの肘から先のしなり、はいはいはい、結構やっぱピッチャーでこの肘から先っていうのがものすごく大事で、はい、このしなり、はいはいはい、これがどうしても大きく振ってどうしてもなかなか肘が出てこない、あ腕がおごりになってくる、はいはいはい、速い球投げたいから腕を大きく、ね、振って投げようっていうね、はいはい、そういう傾向があるんだけども、はい、逆にコンパクトに折りたたんで、はい、腕のスピードを上げる、はいはい、スパイクもこうやって大きく振らないでしょ。振らないですね。こうするでしょ。だから肘から先、確かにね、これだけで、はい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 、こういう感じの要素をピッチングにも取り入れれば、はいはい、アタック投法っていう、ね、アタック投法、長い選手はアタック投法みたいな、なんか角度もつけてね。確かに。そしたら大谷選手みたいなボールが行くかもしれない。確かに。もうジャンプしていいですか。なるほど。これ多分暴風になる。ね、これちょっとルール確認しないとね。マウンドに立って、はい、飛びながら投げるっていうのはちょっとどうかな。ちょっと確認しないといけないね、野球で。だからそういう感じでちょっともう一回、はいはい、アタックのイメージを。アタックのイメージですね。横回転もなく作りながら。横回転。やべ、むずっ。全然全然縦振りいい、全然いい、ね、あるぞこれ。おお、今いい、今いい、ね、回転も良かった。いい感じですか。いい感じです。プロ野球ありますかね。ないけど、だいぶ良くなってる。だから今フォームも非常にいいので、はい、あとはね、結構回転がばらついてたんですね、はい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 、おそらく握りの問題、リリースの問題だと思う。握り握り握り、どうやって投げてる。こんな感じです、ね、ただ投げ、ただ握ってるからどこもボールの縫い目とか全く意識してないです。あ、だからいろんな方向にたまたまいい感じで握ったのが綺麗なまっすぐが来たってことね。そんな、まあ、これ、まあこれ今もうこんな感じです、ね、まあどこの縫い目にもかかってない、3本指がどこにもかかって、これある意味、はい、プロの選手はそういう球種あるかもしれないよ。え、縫い目ってか関係あるんですか。ある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 、全然ある。だから縫い目をしっかりこの指で引っ掛けることによって、はいはい、このボールに回転を与える。あ、そういうことなんですね。回転を与える。はい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 。基本だからストレートは、はい、ここの横のラインに第一関節で弾くような感じ。あ、なるほど。これで綺麗に回転をかける。なるほど。で、握り方を、はい、
あの変えたり、はい、力の加え方をうまく、はいはい、あの縫い目にかけて、あと縫い目を外して、はいはい、それで変化球とか、ね、投げたりするんだけどね。コントロール重視したい場合は、はい、やや広げ気味で、すげえ、これだと安定する。ああ、なるほど。ただイメージは湧きますね。そうそう。でスピード、回転のいいボールをさらに放りたい、投げたいということであれば、はいはいはい、ちょっとあの小さめにして、はいはいはい、要は一点集中で、なるほど、一点に力を入れる。これで回転を上げる。なるほど。阪神の藤川選手のこの火の玉ストレートっていうのはもうこう一点集中です。へぇー。大野さんが高校時代はどうだったんですか？あ、僕はどちらかというと開き気味だったかもしれないね。コントロール重視だったんですか？コントロール重視だね。へぇー。だから握りによっていろいろボールっていうのは綺麗にいったり変化してるっていう。だから握りっていうのはやっぱ基本中の基本、やっぱこっから指の先からボールって放たれるので、はいはいはい、どんなにいいフォームしててもやっぱり握りがダメだったら、はいはいはい、いいボールいかないし、あ、しっかりこの指先に体のこのパワーが全部集約してリリースできるようになれば150キロも夢じゃないです。夢じゃない。僕の今の体で150キロ投げることでできるんですかね。めっちゃ現実的に言ったら130はいけると思う。はい、130。この体の強さ、バネ、はいはい、ね、柔軟性とかね、あと今のこの肘の使い方も全然。130はトレーニングと、あとこのメカニック的なのをしっかり取り組めば、はいはい、プロに行くために150ぐらい必要ですよね。そう、まあ、まあ、せめて100、140超えて、はい、まあ、なおかつコントロール、あー、非常にあの投げ方はいいので、はい、あとはね、あのしっかりこの投げる方向に、はい、目標に向かって、はい、重心移動、体重移動して、はい、右利きなので、はい、軸足はね、右に全体重を乗せて、はいはいはい、ね、そこからこのいわゆる平身運動、この横の動き、はいはいはい、横の動きから今度左足にしっかり全体重を乗せて、横の動きから軸回、今度は回転、今度はあの軸足が左に変わるんですよ、はいはい、右足から、はい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 、右軸から左足を中心とした軸に体を回転する、はいはいはい、まあ、ちょっと難しいんだけどだからしっかり右足から左足に投げる方向に体重移動、重心移動をしていく。そういうところ。ただ投げるだけじゃないですね。うん、そうそう。やっぱりピッチングもバッティングもそうなんだけど、はいはい、やっぱりこの下半身の動きっていうのがすごく大事になってくるので、はいはいはい、やっぱり人間の、体って太ももお尻の筋肉が一番大きいし一番強いし、はいはいはい、ね、この筋肉のパワーをいかにあの使えるか、あ、この下半身のパワーをいかに最終的に指先に、なるほど、集約できるかっていう、はい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 、ね、そこになってくるので、えー、まだなんかどちらかというとなるほど、手の力、ね、だって、ね、アタックは確かに空中ですもんね、空中ですもんね、うん、だからでも肘から先の使い方は非常にいいので、なるほど、うん、やっぱね、足をしっかり地につけて、はいはい、下半身の力をうまくこの体重移動から指先に伝えるっていうのは、まずそこからじゃないかな。なるほど、うん、女性の綺麗を整えるインナープロテイン、まあ、今このオーバースローですね。オーバースローですね、はいはい、オーバースロー教えてもらったんですけど、オーバースロー以外にも何か投げ方があるって僕知っちゃって、ね、オーバースローがあって、はい、スリークォーターがあって、サイドスローがあって、あとアンダースローがあって、まあよくこれまで言われてたんですけど、はい、下から投げると、はいはい、ね、肘を痛める、肩を痛める、故障につながるっていうのはあるんですけど、はいはい、これはまあ決してそうではなくて、へ、肘の位置が肩の位置の高さ、はいはいはい、まあ、そこが一つの基準として考えてもらって、はいはいはい、ね、それが
傾けばオーバースローだし、はいはい、この結局位置は変わんないよ、はいはいはい、位置は変わんないよ、位置そのままにしておくね、これを90度ね、はい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 、ね、90度、はい、これが傾けばオーバースローになるし、はい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 、これが降りればサイドスローになるし、はいはいはい、これがさらに下に降りればアンダースローになるし、だからアンダースローピッチャーでもちゃんとしっかりこの肩のラインっていうのはしっかりまっすぐなってるから、はい、だからそこがまあ筋肉のバランスを崩さないっていうのかな。それはなんか別にこの投げ方がやっぱ速くなるとかそういうのはないってことですか？ないです。やっぱ人それぞれやっぱこのリリースの位置、この角度で、はいはいはい、ね、人それぞれまたその関節の動きだったり強さ、柔軟性、はいはいはい、ね、そういったのが変わってくるので、このリリースポイントっていうのはこれだよこうしろっていうのは絶対ないと思うので、やっぱりこれ普段のこの練習から自分の位置っていうのを確立していく。なるほど。それが大事だと思う。じゃあ僕もプロ野球選手を目指すのはまず自分に合った投げ方を見つけるところから始めないといけない。そうですね。それ大事。どの角度が投げやすいかっていうところをまず投げやすいか、あと疲れないか。野球って、はい、ほぼ失敗のスポーツなんで、ね、だからこれが正しいこうだよっていうのはなかなかねないというか、その分いろんな理論がたくさんあるんですよ。はいはいはい、なるほど、うん、だからむやみやたらにあこの人がこういったことを言ってるから全てこれが正しいっていうことだな。なるほど、うん、だから僕が言ってることも場合によっては正しくないっていう、ね、その人には合わないとかそういったこともあるので、やっぱりこの自分に合った投げ方、それからね、あのバッティングもそうだけど振り方っていうのを、ね、はいはい、確立していけばいいんじゃないですか。そこからまたね、レベルの高い学びをしていけばいいと思います。なるほど、はい、ということで今日は、はい、ピッチングについて大野さんにお聞きしました。はい、僕はまず一旦投げ方を、まあ、自分に合った投げ方が始めるところからちょっとスタートしようと思います。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。